なんかさ、アサリのさ、チカチカ、めっちゃ目チカチカするんだけど、なんかすごくないこれ。これ何このチカチカ、取らないとこんなになるの？これ初めて知ったんだけど、これガチアサリずっと実装してた時からずっとやってたけど、これこんなの見るの初めてだ。なんか細い。細い、ここのハート、ここのハート細い。え、めっちゃうまい。このハートうまくない？緑のハート。うまい。ここちょっと潰れてる。ちょっと潰れてる。うわ、ここ大変そう。待って、ここ大変そうじゃない？これブロックのところ。狭すぎてちょっと大変そうだ。右側が入ってない。これでかい。でかい。このハートでかい。ちょっと細長い。あ、もうこれハート諦めてるよ。ハート諦めてるよ、ここ。箱のとこ。平和だな。最近平和の動画多いよな。すげえ平和。泡が。はい、どうもです。今日も色塗り企画をしていきたいなと思うんですけども、今回作る形、皆さんお待ちかねのハート型を作りたいと思います。作るステージはコンブトラックで、ハートの数を結構量産しようかなって思います。ちょっと集合体は怖いんですけど、やっぱハートがたくさんあるとみんなが幸せになれると。何言ってんだ俺。はい、よろしくお願いします。コンブトラックで色塗り企画。まあちょっとハートを描いていくんですけど、今思いました。色がね、ピンクがないわ。ピンクのハートがない。もうハートを代表する色って言ったらピンクなんですけど、ちょっとあれだね、オレンジと緑だったら、なんだろう、クローバーとかさ、草とか、あとみかんとか、まあ、そういうの連想するわ。ごめん、なんか発想がちょっと若いかもしれない、俺。子供っぽいかも、発想が。みかんって。みかんって何や、みかんって。あ、そう、一応注意事項っていうか、まあちょっと決めたことあるんですけど、ここを真ん中にして、こっち側に緑チームのハートを、こっち側にオレンジチームのハートを描きたいなと思います。で、溝の部分、こういうとこ、こういうとこ使ってやるんですけど、坂とかはやっぱ難しいから、まあ、最初のは触らないように、坂を無視して描きましょう。じゃあ俺も描いていきましょう。ハートね、これまだ描いたことないんだよ。練習、こう色塗り企画ちょっと練習してからやるんだけど、俺まだ一回も練習してないんだ、今日。だからちょっとぶっつけ本番なんですけど、どうすか？どうすかこれ。ちょっといびつな形になっちゃったな。一応ね、あの昔ハートを描く企画をね、一回やったことあるんですよ、実は。一回やったことあって、それを思い出すと、まあ、こんな感じで描いてた。これで量産してた。いや、どうだろうな。どうみんなから見てどう？綺麗。賛否両論あると思うんですけど、もうちょっと納得しないよね、これ。納得できないの、このハート。もっと、いや、もっとハートっぽくしたいから、大きくしよう。ちょっと待って、こんな感じかな？ちょっと細長になっちゃったな。あ、ちょっと細長になっちゃったから、ここ、太らしていこう。周りを太らしていく。細すぎんだろうな、この丸みをつけなきゃいけない部分が。もうちょい丸くしないといけないっぽい。あ、どうどうすか？ポケモンのラブカスみたいになってる。わかる？ポケモンでいるよ、ポケモンで。やべえ、これ。しかも1個でこんな時間かけちゃったよ。これいっぱい作んなきゃいけないんだよ。あ、書いてるね。待って、みんなうまい？あ、なんだ、みんな俺と似た者同士だ、見て。似た者同士だぞ。俺のハートちょっと逆にデカすぎるのかな。いやー、でも納得できないなー。納得できないよ、これ。相手の見とこう。
あ、結構でかいね。あ、うまい。遠目からかもしれないけど、うまい。待って、俺のも遠くから見たらうまくない？いや、これちょっと自信持ったな。こうだな。で、ちょっと大きすぎる。さっきみたいな大きすぎると、壁にぶつかっちゃうから、ハート型になんないから、ちょっと小さめ、さっきより小さめのハートにしよう。あ、ダメだ。これダメだな。なんで枠ギザギザになっちゃうんだろう。ちょっと修正しまーす。ちょっと汚いなぁ、もう。もう。わぁダメこれ。これチンコじゃん。ちょっと、卑猥な形になっちゃったわ。これモザイク必要だな。見て、味方のハートパックマンみたい。お。パックマンみたいじゃない？目つけたらパックマンよ。なんかすごいこれ。ちょっと修正しとくか。誰かが書いたの修正しとくか。ちょっとね、外側ギザギザなのやっぱ気になっちゃうからさ。この余った時間使って修正しよう。おー、ここちょっと隙間が空いてる。修正しなきゃまずいな。これ多分みんな思うじゃん。これハートじゃないよ。ハートじゃないからダメだよ。この企画ダメだね。言われないようにしないと。もうこういうとこちゃんとハートっぽくね。せめて、ハートに見えなくてもせめてハートっぽい何か。ハートっぽい何かにしとかないと、なんかこれ文句が出ちゃうから。気をつけないと。これギザギザね、特に。ギザギザこれ雑だよ。絶対言われる。オレンジチームなら直せないからさ、オレンジチームはオレンジチームで頑張ってもらおう。あ、でもうまい！え、待って、このうまい。でもうまいね。うまい。おー！ハートいっぱい！はい。まさかのミステリーゾーンスタートで行きましょう。で、このステージで、でっかいハートを作っていこうかなと。さっきちょっとちっこい細かいハートを作ったので。あ、てか思ったけど俺全然集合体教書なんなかったわ。ハートだからかな。余裕だった。なんかゾワゾワするんですけど、いつも。今回しなかったので、いい感じだったんだな、多分。で、今回でっかいハートを作っていきたいなと思うんですけど、あ、聞いてくれてる。もう線を引いてくれてるよ。これあれ枠だな。これね枠です。多分ハートの枠だから、今のうち、うちのチームの色、中に入れとこっか。共同作業だな。この枠内に入れる。隙間がないようにしないとね。これ一応坂になってるんだけど、あの高低差をうまく使って、上から見た時にハートになるようにしていきましょう。あ、ちょっと出ちゃった！はみ出ちゃった！やばい！ちょっと誰かはみ出ちゃったちょっと誰かはみ出ちゃった俺ちょっと、誰かちょっと来てちょっと来てちょっと来てこれ、はみ出ちゃったの俺。これ。これ、直してくれ。あ、ありがとうございます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 あ、伝わってよかったね。今よかった、伝わって。これあれだな、中の色が、オレンジ色だから、なんか、こういうハートあったよね。見たことあるわ。チョコレートとかさ、こんな感じのお菓子だよね。ちょっと上から見たいな。あー、でもわかんねえか、これ。これじゃわかんないや。でもなんか、ぬめーっとしてるのはわかる。ベターっ、ぬめーってしてるよね。いい感じですね、でも。枠がね、どんどん太くなってるわ。この、いい感じ。一応、この壁も塗っとくか。塗っといて、おお、いいね。ま、いいね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 。オッケー、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 いい感じ、いい感じ。この色は、この色はお尻だ。